せーの、デルタックス。はい、というわけでまた始まりました、はい、デルタックスでございます、はい。今回もまたスペシャルなゲストをお呼びしております。前回同様、サバゲ界の革命戦士ボスゲリラさんと、超ゲリラさんのお二方です。どうぞよろしくお願いします。テテ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 全集合的な感じですね。はい、ありがとうございます。はい、なるほど、はい、はい。前回もご紹介しましたけど、この業界入って何年？28年です。28年、素晴らしいですね。長い。あれ、アムズバージンって結構もう長いですね。18年です。あ、18年。長い。はい、18年経ったアムズバージンの仕事を先月何ページやりましたか？4ページ。で、それに対して森下さんはこの業界入って11ヶ月です。11回です。はい、あ、まあ、じゃあまさにもうひよこもいいとこですね。何が欲しい、もうすぐで1年って言ってね。そういうことですね。なんか今のうち聞いといた方がいいんじゃない、先輩に。この業界の方、質問コーナー。当たりやる気とかね、はい、そういう感じでね。何でも聞いて、何でも聞いて。前回が気になったのは、何でマスクつけてるんですか？これはちょっと、業界の闇ですね。闇それが、まあ、ここだけちょっと。業界の闇、それ業界の渡り歩き方が何でもない個人的に聞いたってことですなんか他にないんですか？全然それでいいです。個人的に聞いたってことでいい、はい、そうですね、はい、なんかあればオープンピンカーの武道館の決まり、あ、これですか？あ、これはあのサバゲで、破けちゃった。違う、貧乏が違う。これまあ、まあ、トリガーフィーリングもね、見かける方がいいっていうことで、これリアルでリアシにしてるってことかな。はい、つまんない意見ごめんね。マジでか。じゃあ、ノブさんも、ノブさんもすぐ気になってる。ノブさんは、いや、このズボンのね、いや、このボタンの素材って真鍮ですか？これ、そうなんですよ。本当に分かってる。これ真鍮で、あの焚き火でここ当たると、あちっちってね、ダメだから。業界の話、焚き火の話してもしょうがないじゃん。すげえビッグジョンって書いてある。すごいビッグジョンみたいな。下ネタだよ。びっくりした。青木さん下ネタ行くんだと思った。青木さん、ちょ先輩に対する。ちょ先輩。お、何？何でも聞いて。はい。探してるな。今めっちゃ探してるぞ。サングラスはすごい似合ってる。うん、はい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 、からの、なるほどね、からの、からの、からの、うん、ちょうだい、ちょうだい、かっそうプライベートでもあー、プライベートね、うん、そんなわけねえだろ。もう一回行きましょう。お、カモカモ、カモカモ、うん、チョゲリラさん、チョゲリラですよ、チョゲリラさん、せっかく来日してるからね。どういうことなんでしょう。うん、チョゲリラさん、チョってどういう。俺膝が今日何回も折れてんねんけど、ちょっと似てるの、ちょそんな中ね、はい、今回何をやろうかと言いますとね、はいはい、実は今回、このお二方がこう出れたことが初めてで、はい、まあ、前回ねシューティングレンジでやっていただきましたけど、はいはい、フィールドの方は初めてということがね、はい、まあ、せっかくなんでみんなでサバゲをやりましょうと、ね、いいね、思うんですけども、ね、前回負けちゃったんでね。そうですね、ちょっとね、知らないフィールドなら勝てるかなそうそう、ちょっとはね、ちょっとやってますからね、はいはい、我々プロのプロなんで、はいはいはい、ね、じゃあまたゲリラリーダー VS、ね、我々チームデルタックスですね、はい、対決したいと思います、はいはい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、はい、それではチーム分け終わりまして、我々チームデルタックス VS ゲリラリアということで、早速ゲームを行いたいと思います。今回のゲームはカチカチ戦です。で、ここにカウンターを置いてありますので、それぞれのチームのカラーのカウンターを押して多く押した方が勝ちとなります。で、人数少ないんでね、ここでフィールドここで分けてますんで、ここから上で戦ってください、はい、で、やられたら、スタートポジションで復活ということになりますね、うん、はい、大丈夫ですか、ルール的には。はい、大丈夫ですか。はい、はい、あの、これでも任務だけど、森下さんは今回は戦場カメラマンで。おっ、おっ、はい、打たないでくださいよ、打たないでください。あ、はい特にノブさん、はい、ちなみに鉄砲何使うんですか。じゃあまずはチョコビラさんから。お、私は東京マルイのガバメントを使いますよ。ビニガバだ、うん、はい、ね、男の鉄砲ですね。キャラ通り素晴らしい。で、ボスは、はい、自分も東京マルイの相手はゴールドマッチ。おっ、しかもね、しかもね、ロンマグ使うやつからね、さっきロンマグ持ってきてるの見ちゃったもんね。申し訳ない、頑張ってるよ。本当ですよね。で、ボスは
あ、僕も東京マルイのグロックですね。はい、おー、これまたしかも、ライラックスのパーツをこんなに、かっこいい、かっこいい、外装ほぼ全部、前回ガスをブシュッと入った大丈夫ですか、今回大丈夫ですか、今回マガジン調整してきてます。なるほど、バッチリですね。はい、でも、唯一ケース C なんです。おっ、エントリーだ、これもいいね、そう、これね、これね、先っちょがね、これ動かないから、ここでバレル固定されてるんでよく当たるんですよね。なるほど、これがね、いい。はい、今日これを使ってね、やろうと思います。はい、おい、じゃあ早速フィールド入りましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。3、2、1、スタート。おっ、おっ、おっ、待ち待ちで、ここがスタートしました。おぉ、もういいよ、なにぃ、いやいや、まぁ、死んだカウンター、え、おかしいぞ、おぉ、あぁ、いいぞ、いいぞ、戻るぜ、戻るぜ、どうぞ、押せよ、押せよ、青チーム。
もうね、真っ暗で何も見えない。もう曇っちゃって、じゃあ、戻ってから結果発表とかできましょうかね。とりあえず、休憩をしましょう。休憩大事、はい、大事ですね。はい、というわけでゲームの方終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様です。汗ダラダラですね。このね、ボスのね、マスクの内側がどうなってるかを想像するだけで、ね、恐ろしいですよね。めっちゃ汗だくです。はい、やばいです、ね。というわけで今回のゲームはカチカチ戦ということでね、はい、カチカチの回数が多かった方が勝ちということでございます。はい、その結果の方、森下店長お願いします。はい、ゲリラリアチームが100お3回おおすごいね。100いってる。もうちょっといってるよ。100でボールのパスですね。ボールのパスだな。108、はい、じゃあ対して、はい、デルタックスチームが、はい、630すいません、本当600出たよ、600 600ですからね、1秒間に2回計算ですね。すごいね。興奮感ですかね。だいぶ押しましたよね、やっぱね。押しました。はい。ダーッてやってましたもんね。かなり押してましたからね。プロ中のプロなんですよ。こっちのですよね。カチカチのプロです。押す方のプロなんですか。で、チームデルタックス勝利ですよね。まあ、負けてしまった場合は、やはり何かしら、そうね、罰ゲーム的なことをやっぱお願いしたいなと思うんですけどもね。じゃあ、うちらの、はい。ドカートバー大放送の中で、YouTube の。はい。はい。デルタックス紹介してみましょうか。いや、でも、なんだったら、ね、ね、出ちゃいたいですよ。来ちゃう？来ちゃう？いいですか？ボスの無茶ぶり結構きついけど、出ちゃう？ただちょっとそれ罰ゲームとしてはおかしい気がするんですよ。なんか、こっちから美味しいかな。ウィンじゃないか。そうですね、ウィンですね。じゃあ、収めちゃいます。そうですね。じゃあ、ぜひそのね、ドバドバ大放送の方にお願いします。お願いします。はい。はい。じゃあ、宣伝いたします。前回と今回と2回ご出演いただきましたね。チョゲリナさんとボスゲリナさん。まあ、今回までということで。はい。ありがとうございました。どうも。はい。ありがとうございました。また遊びに出していただければと思います。はい。お願いします。はい。お願いします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録の方お願いいたします。それでは皆さん、次回です。さよなら。ニューヨークです。デルタックス買いだぜ。アムズバカジン面白いな。え、あれ俺俺あ、ボス、うん、え、ボスギリアとコートでは誰でも一人一人きり乙女のドバドバ大放送。イエーイ。 YouTube のウピーブチャンネル見てね。登録してね。よろしく。